これまで日本上空にある3つの気団と4つの季節の天気との関係について見てきました。冬なんかはシベリア気団っていうのが日本上空を覆い北の風が吹きその風っていうのは冷たく乾燥してねな。夏なんかは小笠原気団っていうのが日本上空を覆い日本を暖かくそしてジメジメした空気で覆ってると。この動画ではオホーツク海気団に注目していつ そして、どんな天気になるのか、その2つに注目して見ていきましょう。まず、オホーツク海気団の特徴としては、冷たく湿っている空気やねんな。なんでかって言ったら、オホーツク海っていう海は、北海道よりさらに北に位置しています。この辺に気団があるわけやけど、北海道よりさらに北やから寒いよな。そして、海やから空気は、未水分をめちゃくちゃ含んでいるから湿ってると。オホーツク海気団が日本にやってくると、 南の方から小笠原気団もやってくるわけすここで冷たい空気、そして暖かい空気が触れ合うと何ができるのやったっけここでは前線ができるわけな。日本上空に前線ができます。この前線が停滞前線と呼ばれるやつす。ニュースなんかは梅雨前線って言われてねな。これを見ても分かるようにオホーツク海気団っていうのは 梅雨の時期にに発達してて日本にやってきます。それと同時に小笠原気団っていうのも南からやってくる冷たいのとあったかいのがぶつかることによって前線ができそれを停滞前線っていうねな停滞前線ができると常に雲ができるそして雨っていうのが長期間降る梅雨に入っていくわけないたい5月の下旬ぐらいから7月の半ばぐらいまでそういった時期にてす 梅雨が起きてこののうな気団の影響で梅雨が起きます。そのうち7月後半ぐらいになってくると小笠原気団っていうのがどん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 勢力を強めていってオホーツク海気団とか停滞前線をどっかやってしまうねなで小笠原気団が強くなって日本上空にやってくるとやっと日本には梅雨が明けて夏になるっていうふうになっていますじゃあ最後にまとめときましょう オホーツク海気団というのは梅雨の時期に日本上空にやってくると特徴としては冷たく湿ってねなで停滞前線を作んねんけどオホーツク海気団と南からやってくる小笠原気団こいつらがぶつかって停滞前線を作りますでこの停滞前線によって雲が常にできて雨っていうのが長期間降り続くねんそれが梅雨の時期で日本の天気としてはたくさんの雨が降るタウの天気っていうふうに呼ばれます